なんだ？出落ちか？これ以上の審議の必要性を認めません。いきなり法廷の場面？そんな、あたしじゃない！あたいじゃないわ！毒入りのコーヒーを飲んだ時、テーブルに、あれ？これは、あたし見たのに、本当に見たのに。毒入りのコーヒー？あれ？あの昔の事件か？あれ？もう一人いた。あいつが、あいつが犯人。今、完全になるほどくん。完全になるほどくんに見えるな。むむ。これは、胡椒を少々。少々と一つまみの違い。どうして誰も信じてくれないの？いつの話だろう。どうやら、勝負あったようですな。なるほどくん。え？何これ？誰の夢？誰の夢落ち？え？有罪じゃん。本日はこれにて閉廷。ドガーン！バーン！え？何何？ 1 月6日。あら、1月だわ。いやー、正月気分が抜けないね、なるほどくん。そうだな。そうだ、今年のなるほど法律事務所の抱負は、ズバリ、正月気分。何かが映ってるよ、まやいちゃん。これで行こうよ。どうでもいいけど、食いすぎじゃないか、お餅。いいのいいの。お正月といえば、お餅食べながらみかん食べて、おせちをつつきながらテレビを食べて、さらにトランプでババを食べるんだよね。こら！え？あれ？はるみちゃん。糸の子デカだよね、これは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。こら、あんた。今年もよろしくお願いします。よろしくっすって言え。いいっすか、あんたは。あ、糸の子さん、糸の子さん、お年玉ちょうだい。そうだよ。じゃあこれ。謙遜抜きで少ないっすけど。くれるんかい。今日は話があるっす。そこに座るっす。ハミちゃんの分も、ミトコンちゃんの分も、わざとやってないっす。バレちゃいました？初笑いってやつですね。鼻で笑われた。これを見ても笑っていられるっすか？なんだ？雑誌ですか？なになに？毒殺事件に有罪判決。なるほど、弁護士惨敗。惨敗？ちょっと貸して。昨日の裁判での弁護士はまさに素人以下で。なんだこれ？え？あんたのことっす。有罪判決の責任のすべてはなるほど弁護士にあるだって。どうす？覚えがないとは言わせねえっす。ないんじゃない？覚えがありませんよ。だいたいいつの雑誌ですか、それ。去年の12月？古雑誌じゃないですか。去年の12月に毒殺事件なんて扱ってませんよ。え？誰かがなるほどくんのふりをして。どういうことなのかな。でも完全になるほどくんだったな。これがあんたじゃないとすると考えられるのは一つっす。まさか？偽なるほどくん。初笑いだな、確かに。依頼人が有罪になった。さあどうしてくれるっす。どうするって言われましても。アウチに負けてたしな。でもなるほどくんのせいで有罪になっちゃったんだよ。僕のせい。なるほどくん、最近ちょっと有名になってきたからね。調子になるからこういうことになるっす。そんな、僕が悪いのか？きちんと詫びに行くっす。今からっす。すぐにっす。そして裁判をやり直すっす。正月気分で引き受ける今年最初の事件になりそうだね。でもこの事件一度は有罪判決を受けてるんだぞ。簡単にひっくり返せるわけないじゃないか。上告？控訴？上告？残念だけど正月気分は来年の抱負にしよっか。じゃあ自分はこれから裁判所の方に行くっすから。なんかあったら警察の自分のところへ来るっす。頼りになる。なんだろう。確かになるほど理一の名前も少しは知られてきたようだ。依頼人がその名前を信頼して僕に弁護を頼んだのなら、僕にも責任があるのかもしれない。それにしても僕の偽物なんてな、一体どんなやつなんだ？
本当にそっくりなのかな。さて、どうしようか、これから。どうするって留置所に行って話を聞いたり。でもさ、相手はなるほどくんのせいで有罪になった人だよ。どんな顔してればいいの？確かに。でもそれは偽物だったわけだろ。やっぱり顔もそっくりなのかな、なるほどくんの偽物。不気味な話だな。ドッペルじゃない？双子の兄弟ならいないぞ。つまんないの。つまんないの。今日の糸の子さ、なんか変だったよね。え、偽糸の子？何が？ものすごくあたふたしてたじゃない。初めて息子さんが生まれたパパさながらに。そういえば、確かに。強い思い入れがあるのかな？なるほどくんに。気持ち悪いこと言うなよ。好きなのかな？なるほどくんのせいで興奮してたんじゃなければ。その原因は、有罪になった依頼人かな？あー、なるほどね。糸の子でかの。糸の子でかの。彼女？女科の？女科のかもしれん。まだ持ってるよ。あーなんか、今回は小馬隊でコメントが変わるとかはない。後ろどうなってるかな？あーこの辺も変わんないんだ。まだ見てねえのか、なるほどくん。じゃあ行くか。留置所。どっち？留置所行ってみよう。留置所。ドキドキするね。どんな人だったんだろう。なるほどくんに騙されて有罪にされちゃったの。人聞きの悪いこと言わないでほしいな。あー！え？あ！あれ？こいつって言っちゃ。鈴木真子に見えるけど。なるほどさん、ひどいです。この私を見捨てるなんて。そういえば、惚れてたわ。惚れてたじゃん、糸の子でか。今も独房で一人すすり泣いていたっす。君は、確か。もう鈴木人間不信になりそうっす。もしかしてあなた。もしかしてじゃないっすよ。真子です、鈴木真子。鈴木真子じゃん。ああ。なんかあれだな。普通に。前の人たちがいっぱい出てくるな。以前担当した婦人警官。確か恋人の警察官を殺害した容疑だった。なんだろう。何が変わったのかわかんないけど、すごく可愛く見える。なんだ髪型？どうしてこんなところに無罪になったはずじゃ。わあ、よくそんなことが言えますね。あれだけ雑な弁護で人に有罪かっくらわしといて。ダメだよ、なるほどくん。ちゃんと事情を説明しないと。かくかく。しかじか。そうだったんですか。そうだったのか。え？どうだったんだ？また事件に巻き込まれちゃったんだ。鈴木の人生はまさに不運と敗北と大番狂わせの妙一っす。この前も確かそんなこと言ってたな。平気っす。また一つでっかい不幸を背負い込んだだけっす。こうして本物のなるほどさんも来てくれたことだし。鈴木へこたれません。なんかすごくメイドカフェっぽいけど。メイドカフェなの？まこちゃん、どうしたのその格好。去年は婦人警官の制服でパリッと決めてたのに。あの事件のおかげで鈴木警察をクビになっちゃって。無罪なのに？全然構いません。警察の雰囲気はもう十分楽しみましたから、そっか。それで今は？鈴木の人生の第2章はウェイトレスさんだったっすか。ウェイトレス。ウェイトレス。お。フランス料理のレストラン。へぇ、メイドカフェかと思った。この愛くるしいスマイルと悩ましいボディラインのおかげで、早速採用されたっす。まあ、可愛いもんな。で、早速事件に巻き込まれたんだ。事件について。あの、恐ろしい事件は先月の3日。トレビアン。それ、フランス料理の名前？ハクっていう字がついてるのやべえな。トレビアン？この鈴木が笑顔と飯を運んでいたレストランです。はあ。はあ。テーブルで二人の男がコーヒーを飲んでいたっす。そして、これは一つまみ。少々は二本指でつまんだ量で、一つまみが指三本でつまんだ量だったかな。逆かな。男は相手のコーヒーに毒を入れたんです。被害者はコーヒーを一口飲むなり、ギャーって飲むんでした。私あまりのことに気絶してぶっ倒れちゃったっす。ちょっと待って、まこちゃん。何ですか？さっきから、
被害者被害者って言ってるけど、知ってる人じゃないの？殺されちゃった人。知らないっす。初めて見る顔だったっす。なんか触れなかったけど、なんかスカウターみたいなのついてた。じゃあ殺害する動機もないわけだよな。犯人はその、もう一人の男だ。見たんだよね、現場を。なるほどくん、なんか顔の彫りが深いですね。ウェイトレスは見た。なのにどうして君が有罪になってるの？なんで？なるほどさんに言われたくないっす。僕の偽物か。彼女はそいつを見ている。できれば情報が欲しいな。まあ、十中八九その犯人が偽なるほどくんで、自分のために有罪判決にしたんだよな、きっと。犯人を目撃したのにどうして有罪に？それが誰も見ていないっす。ん？見てない。毒を入れたもう一人の男。店長もレストランの客もみんなこう証言したっす。被害者のテーブルにはずっと一人しかいなかった。あの髪なんだろう？競馬？なんでドラゴンボールみたいなスカウターつけてんだろう。なんだって。誰も、誰一人鈴木の言うことを信じてくれなくて、最後の望みを託したなるほどさんにも綺麗に裏切られて。あの弁護はないっす。うちのおばあちゃんの方がマシっす。だからそれは僕じゃなかったんだから。それに、鈴木のエプロンのポッケからとんでもないものが出てきたっす。え？何？毒薬の小瓶？それってなんか、ペンダントみたいになってるやつ？被害者が倒れた時鈴木も気絶しちゃったっす。きっとその時犯人がポッケに。なるほどね。誰も見ていないのか、そのもう一人の男を。そうっす。見てないって。そんなはずないのに。どういうことだろう。もう一人の男。問題のあの二人にコーヒーを運んだの私だったっす。なんかなるほどくんっぽいけどデュエリストっぽくもあるな。どんな感じだった？最初、二人を見た時は音楽関係の人たちかなって。音楽？一人はイヤホンをつけて難しい顔をしていたし、イヤホンなのかあれ。テーブルの上には見本の CD。イヤホンに見本の CD か。どんな CD だったんですか？サインペンで裏面にバンドの名前が書いてあったっす。栗なんとか。きっとデビュー前っすね。クリスタルキング？バンドで、売り込みだったのかな？クリキントンか。勝手に名前つけるなよ。クリキントンかもね。クリ。で、結局どんなやつだったんですか、犯人。それが、よく覚えてないっす。被害者と同じく体格のいいお兄さんだったぐらいしか。そっか。これ見る？これ。こいつのことを聞いとかないと。あ、鈴木惨敗の記事っすね。この僕の偽物の話を聞かせてくれないかな。了解っす。あれは私が逮捕された翌朝のことでした。いつものスーツでビシッと決めて面会室に来てくれたっす。僕が。ええ、なるほどさんが。ええ。ねえねえ、私の偽物もいました？そういえば偽迷いさんはいなかったな。それが本物を見抜く、あれだから、ポイントだからね。ちょっと残念。圧倒的な迫力でこの鈴木を書き砕いたの？必ずあんたを無罪にしたるわ。え？え？夏美？それはいいけど、そもそも僕と初対面じゃないのに、どうして偽物だって気がつかなかったの？確かに。今思うとちょっと変だったし。ちょっと。いつもよりちょっと背が高かったし、ちょっと目つきが悪かったし、ちょっと声も割れてたし、ちょっと解散弁で喋ってたし、全然違うじゃないか。でも頭はギザギザだったし、ブルーのスーツだったし、やれやれ。法廷の人たちも気がつかなかったの。裁判長さんとか。みんな顔に、ハテナマークが浮かんでましたけど、なんか言い出せない雰囲気だったっす。そういうのあるよね。微妙な話だな。なるほどさん。もう一度できるんですか？裁判。多分ね、弁護士がいないまま、判決が下されたんだから。再審理はできると思うよ。なるほどさん。ん？今度は、勝てますか？はあ、確かに鈴木、不幸のフルコースに敗北のデザート付きの人生っす。生後6ヶ月の時、マンションの9階から落っこちたのを皮切りに、一通りの乗り物には惹かれ、一通りの食べ物には当たり、言ってたな、これ。落第して災害を経験して、殺人の罪を着せられれば弁護士の偽物を捕まされる始末、増えたな。でも、
それでもこの鈴木は生きているっす。今も。そうだ、可愛くなって。だからいつか見つけられるはずっす。人並みの幸せを。くっそー、偽なるほど君め。なんで僕を睨むんだよ。とはいえ。とはいえなぁ。僕の名前を使って殺人の罪を着せるなんて。許せるわけないよ。絶対に見つけ出そうね。なるほど君の偽物。と捕まえてやる。トレビアン。トレビ。事件が起こったレストランか。はい、店長によろしく言っといてください。よし、なるほどくん、早速行ってみようか。見る？あ、そのバッジ、本物っすか？本物だよ。一度騙された人間を疑り深くなるっす。貸してください。え？食べる？借り。バッジを噛んでるよ。ちょっぴり歯型がついたっす。なんてこった。それが何を意味するのか、わからないのが辛いところっす。はぁ、本物なのに。歯型ついたのか。年頃の女の子の歯型がついてしまった。糸の子でかどう？糸の子先輩。警官時代は散々面倒を見てもらったっす。最近は会ってないの。連絡来るんじゃない？うちのレストランには来てくれないっすね。そうなの？しょうがないかな。フランス料理だもんね。糸の子さんの食はそうめんだからね。とっても涼しげっすね。貧しげとも言うな。貧しげとも言うな。可愛くなったね。鈴木どんなことがあってもくじけないっす。いつも前向きだよね、まこちゃん。まこという名前は、負けない子という意味っす。そうなんだ。そして鈴木、どんなことからも逃げないっす。いつも強気だしね、まこちゃん。まこの名前のもう一つの意味は、真っ向勝負っす。真っ向勝負だって、なるほどくん。いいね。なるほど。後から、つけたみたいだな。昔は婦人警官だったけど、何の情報も入ってこないか。愚痴っぽくなっちゃったね。あれ？僕の写真がない。あれ？持ち歩くのやめた方がいいんじゃないって前やったから？なんだ、ないよ。この前の事件無罪になってね。今年もよろしくお願いします。無罪になるといいね、今回の事件も。あれ、いくつだっけ？ 23 か。23歳の歯型付き警官じゃなくって弁護士バッジ。売れる！トレビアン。まあ、最初にデカに会いに行くか。デカ、いますか？久しぶりだな、警察署に来るのも。糸の子デカいないみたいだ。え？人を働かせておいていい気なもんだね。いやいや、裁判所は何やら動き回ってるんじゃないかな。この事件の最新理をするために。ああ、やれやれ。先に留置中で犯人の話を聞こうか。犯人って言うなよ。じゃあ、留置所行って、ずっと敬礼してる。わ、ピンクー。トレビアンピンクー。立ち入り禁止。なんだ？この可愛い音楽。わ、なんだ？ひゃー、なんかすごいね。なんなんだ？このむせ返るほどにきつい鼻の匂いは。でもこういう雰囲気女の子は好きなのかな？いや、私はちょっとこういうのは。てんてんてん。誰も出てこないね。お留守かな？わかな、レストランだと？それも開店中の。でも立ち入り禁止ってあるよ。ん？信じられないけど留守みたいだな。え？手がかりを探すか？あ、調べるか。何でも持ち出し放題だよ。確かに。それもそうだな。咎めない。それもそうだな。まず気になるこれ。わ、調べられない。まあ、こいつが出てくるんだろうな。ファッション雑誌ばっかり。しかもフランス語だよ。まゆいちゃんもたまにはおしゃれしてみたら。あ、そんなこと言って。そうだな。私いつも装束ばっかりだもんね。でも着る服が決まってると時間の短縮にもなるし楽なんだよな。たまには普通のお洋服もいいな。ん？ラックの後ろ。あ、ほんとだ。何か挟まってるぞ。新聞？これ？スポーツ新聞ってやつだね。あれ？これって、置いてあったやつじゃない？机の上に。サインペンで落書きしてある。クリーニングボンバーじゃん！1、10、100、1000。1000万円かな？何のことだろう。クリーニングボンバー。っていうか、この落書き、この新聞、日付が12月3日。特撮事件が起こった日の新聞だ。元記録にファイルした。
なんか仮面マスクの絵が描いてあった気がする。よく調べてみよう。違かったか。仮面マスクの落書きしてある。ていうかクリーニングボンバーってあれかな、馬の名前じゃん違うかな、なんか競馬馬券みたいなの置いてあったし、そうかなと思うな。ファッションだしね。スポーツ新聞、できる限り手がかりを。ん？え？スポーツ新聞から手がかりを探す？でもクリーニングボンバーしかないよ。入り口のドアだ。パネルがぶら下がっていて、フランス語で何やら書いてある。営業中、準備中の、どちらかだろう。どっちかわかんない。フェーム。フェームと書いてある。なんか可愛い小物がちんまり並んでるよ。きっと店長さんの趣味なんだろうね。ブーケやらポプリやら、ボーンチャイナのカップやら。はぁ。なるほどくん。何人？これぐらい日本人でも知ってるよ。ほぉ、なるほどくんは、意外とそういうのがわかるのね。いくらでもお金が出てくる魔法の箱があるよ。ほんとだ。レジをそう表現する人は初めてだな。あとは、いや、ここの BGM かわいいな。なんかまあ、ここだよな。シミができてる。事件があったテーブルかな。立ち入り禁止のテープが貼ってあるよ。テーブルのシミは毒入りのコーヒーかな。まゆみちゃん、テーブルクロス舐めちゃダメだぞ。死ぬから。ペロ、これは生産カリ。舐めないよ。私は舐めないんだよね。お、うまいこと言うな。ペロペロ。まよいちゃんペロペロ。テーブルの間に仕切りが立ってる。席について見えるのは向かい側のテーブルだけか。はあ。じゃあ見えない。他のお客さんも見えなかったってことか。窓の外は一面の銀世界だ。そっか、冬だもんな。え、嘘。私大好きなんだよ、雪。あれ？降ってないじゃない。雪なんて。嘘ばっかり。嘘に決まってるだろ。なるほどくん。言っていい嘘と悪い嘘があるよ。悪い嘘だったのか、今の。そうだよ。思わせぶりだな。なんでそんな雪が降ってるなんて嘘ついたの？なんで？情緒不安定。きちんとセットされたテーブルだ。お花が飾ってあるよ。え、なんでお墓の、お墓かな。お花かな。どうやら、ひまわりでもチューリップでもない何かだね。それくらい私でもわかるよ。それぐらいしかわからないんだ、僕には。なんだろうこれ。今日のポピーかな。あとは、でも、新聞見つけたからもういいかな。じゃあ移動してみよう。まこちゃん。まこちゃん、この新聞どうよ。お、スポーツ新聞っすか。どれどれ、黄昏山は、全勝守ったかな。相撲か。悪いけどこの新聞1ヶ月前、事件当日のものなんだ。ちなみに、黄昏山、昨日張り倒されてましたよ。これ、トレビアンのマガジンラックで見つけたんだけど。え？それはおかしいっすね。うちのお店新聞は置いてないはずっすけど。店長が嫌いだから。じゃあお客さんが忘れていったのかな？見てほしいのはこの落書きなんだけど。あ！これっす！クリーニングボンバー！あの CD に書いてあった名前っす。やっぱり、本当にバンドなのかな。クリキントンじゃなかったんだ。クリスタルキングじゃなかったんだ。じゃあ1000万円というのはやっぱり契約金っすかね。1000万円もらえるんなら私だって歌っちゃうよ。1000万円。暗い温度とか、霊媒おけさとか、迷いブスとか、歌え。それはともかく。それはともかく。その日本版の CD は被害者のテーブルの上にあった。つまりこの新聞、被害者のものかもしれない。あ、被害者の事件当日の遺留品か。もっとちゃんと調べられないかな。なるほどね。ここで、デカかしら。え？あれ？もっとちゃんと調べられないかな。もっとちゃんと調べられないかな、まゆみちゃん。クリーニングボンバーね。それに1000万だぞ。なんかどこか引っかかるね。クリーニングボンバー。確かに気になる名前だよな。今日 B ボンバーだもんね。ね、そういう意味じゃないんだけど。
とにかくちゃんと調べてみた方がいいね。パソコンとかないかな、この事務所。馬の名前だと思うんだけどな。馬の名前ってすごくあれだよね、特徴的だよね。私名前だけで爽やかラスカルっていう馬めっちゃ好きだった。なんか変わったぞ。あら、ボンジュール、いらっしゃいませ。え、どうもこんにちは。まよいちゃん何を凍りついてるんだ。露出、露出してるね。ビアンブニュー、ようこそ私のレストランへ。ブニューだって。あらあらあら、あなた。はい、私ですか。なんか人生の負け犬みたいな顔して疲れてるのね。そういう時はこれよ。メロリとローズのアロマバスがおすすめ。アロマバス？このオイルをお風呂にちょっと忍ばせてみて。あなたの心癒しちゃうわよ。やべ、好きだ。やべ、好き。それからあなた、僕ですか。死神に見捨てられたみたいな顔して疲れてるのね。そんな時はこっちよ。ベルガモットのオイル。それに、そうね。あ、鼻占いしてる。ペパーミントとクラリセージも添えて香水にしてあげましょう。シュッシュッシュ。エネルギーが溢れて、あなたの美しさを引き出しちゃうから。僕の美しさですか。さ、じゃあ席にお好きになって、私のおすすめメニューを。僕たち弁護士でして。ビアンシュール、もちろん知ってるわ。確か、なるほどさんでしょ。え、僕のこと知ってるんですか。法廷で私をいじめてくれちゃって、忘れないわよ。あ、証人として出てきたんだ。尋問受けたみたいだね。事件の関係者はみんな僕を知ってるわけか。どんなやつなんだろうね、偽なるほどくん。本土坊薫。改めてよろしくね。本土坊ってこと？本土坊ってよく聞くけど、本土坊が何なのかわからん。トトロ見て。トトロみたいに、うわー、ガシみたいなことしたい。いいキャラしてんな、薫。カオルちゃん。39歳か。いいね、カオルちゃん。カオルちゃん。カオルちゃん、マコちゃん見て。マコちゃん、藤井喧嘩だったんですってね。そう。ちょっと事情があって埋めちゃったみたいですけど。聞いてるわ。殺人の疑いをかけられたんでしょ？知ってたんですか？だからね、あたし幸せになる香水をあげたわけ。幸せに。うい、さっきあなたにあげた、ベルガモットの。でも彼女また逮捕されて、今度は有罪ですよ。あの子の不幸のアロマの方がきつかったってことかしら。なんだよ、効かないじゃないか、この香水。まあ疑われても仕方ないかもしれないわね。目の前であんなことが起こっちゃったらね。あんなこと？どういうこと？もしかしてまこちゃんに動機があったっていうことかな。え、詳しく聞いてみよう。え、なんだこのコーヒーは。バシャーンとかやられた？やられたの？こう見えてもパリのお店で5年間みっちり修行したのよ。へえ、すごいですね。そのお店のシェフの一言で自分のお店を開く決心をしたの。なんて言われたんですか？あと10年修行が必要だって。やってられないでしょ。だから帰ってきちゃったのよね。なるほどね。あ、この男どうですか？好みなんじゃないですか？フェリシタシオン。目、消すくせ？え？ミートゥー。なるほどくん、適当に返事しない。フランス語、おフランス語はわかんない。これなんですけど。これなんですけど、どうですか？好みじゃないですか？まゆいちゃんどうすか？おーらら、あなたとってもいい笑顔じゃない。え、そうですか？やっぱり私たち女性は笑顔が大事よね。そうよね、女性は。そうですよね。アルバイトがしたくなったらいつでもおいでなさいな。いや、させてください。あの、可愛い衣装。可愛い衣装を着させてください。あれ？マガタマがない。なんで？え？あれ？まよいちゃん、マガタマ食べた？ダメだよ、口寂しいからって。そんなの見せなくても大丈夫よ。ムッシュ、なるほどですよ。腕の悪い弁護士さん。しっかり間違ってインプットされてるな。前に会った時もこのバッジつけてました。うい、この間も見せてたでしょ、それ。西物もそれを見せるのが好きみたいだね。なんだって？ライバル意識。燃やしちゃうな。素人の私が言うのもあれだけど。こないだの後の弁護はどうかと思ったわ。はあ。あれだったら言葉の通じないフランス人の方がマシね。見た目がかっこいいし。
フランス人かっこいいよね。一体どんな無様な弁護をしたんだろうね。あなたが口を開くたび法廷がざめいていたわ。想像したくない。面白そう。このスポーツ新聞、そこのラックにあったんですけど、お客さんが置いていったみたいして忘れてたのね。誰が置いていったか心当たりありませんか？私が関心があるのは食当たりだけなのよ。わかる。食事を提供する身として食当たり怖いよね。うまいこと言いやがって。チャンネル登録よろしくお願いします。